皆さん、こんにちはということでね、えー、本日もやっていきたいと思いますけども、まあ今日はですね、あの、試合がね、えー、ある予定では、えー、行ったわけですね、エンゼルス戦ね。ただ今日もですね、中止ということで、中止というかまあ延期明日で、明後日がダブルヘッダーにまたなってしまうという感じなのかな。なのでまあちょっとまたダブルなんでね、厳しい状況だとは思うし、まあエンゼルスとしてもちょっと嫌だよね、ダブルっていうのはね。 なので、まあ、リリーフの関係とか。まあ、だから、うまく乗り切るしかないんですけども、まあ、昨日もちょっとお話ししましたけども、ドジャースタジアムの周りがすごいことになってたっていうところで、まあ、だから大丈夫なのかなっていうのは、やっぱりその雨の量とかですよね、グランドの中どうなってんのかなとかっていうのもありましたし、なんかエンゼルスね、エンゼルス,スタジアムって水開きが悪いみたいなことも書かれておりまして、 で、まあ、外野が特にダメとかね、いうことも書かれていたんですけども、まあ、その中で、まあ、間に合わないというかね、うん、できる状況じゃなかったんでしょう。だから、まあ、今日一日かけて、えー、グランドキーパーの方たちでどうにかね、えー、整備してっていうことになるんだとは思いますしね。まあ、あとはそのね、コンコースがまあ、なんて言うんだろう。 ね、売店のところでは、そのね、客席とかもうどうなってるかわかりませんけどもね、その雨風でね。まあだからその辺の被害はなかったのかもしれないけども、シンプルにグラウンドがね、まあぐちゃぐちゃって感じだったのかな、っていうことみたいなのでね、まあちょっと、えー、今日の試合は残念ながら、まあ、えー、延期みたいな形にはなりました。でまあその中で何やろうかなっていうことでね、まあ急に中止になってしまうとですね、ネタがありませんっていうことになるので、 で、まあちょっといろいろと考えた結果ですね。まあここのところね、まあ長期契約っていうところについてのね、話というか、なんか意見もね、ちらほら見ていてですね、まあコメント欄以外でもね、で、まあそれは若手への長期契約っていう話のね、えー、ところだったんですけども、まあこのチャンネルの中でも、まあエンゼルスといえば長期契約の中でね、失敗している状況のね、方もいますし、 まあそれについてもまあだからベテラン選手の長期契約で若手選手の長期契約っていうところでねまあ長期契約としてもまあ種類があると思うのでまあそれについて個人的に思うことなんかを今日は喋れればなーなんていうことでネタがねない中でちょっと、えー、今日はそれをやろうかなと思っております、えー、まずねベテラン選手についてですけどもこれはもうね前から長期契約の話が出て なんで長期にするんだろうっていうコメントがね、来るたびにお話ししているので、まあ、同じようなことを言う話にはなっちゃうんですけども、もちろんね、えー、長期契約、例えば、シンプルにね、えー、デビューしてから、まあ、ちゃんとこう、調停があって、で、まあ、FA になりましたよってからの長期契約とか、あとはまあ、来年でね、えー、FA ですよっていうところで、まあ、その、 前の年でもうね、また延長しちゃうみたいな長期契約とかいろいろとあると思うんですけども、今回話すのはまあベテラン選手で、それなりに超低権をね、の年を経て、でまあ残り1年、もしくはまあ、えー、FA になりましてからの長期契約という、ね、話ですけども、まあなんで長期契約になっちゃうんだろうねっていうところ、で、まあチームとしてもそのリスクはいっぱいあるわけですよね。しかもまあ、えー、高いお金だった た場合、まあ、シンプルに10年とかっていう人たちは、まあまあな、ねね、年での給料も高いし、トータルの給料も高いしってことになってきますので、なんでそんなことになっちゃうんだろうっていうね、そんなね、長い契約しなきゃいいのに、ね、5年ぐらいにしとけばいいのにっていうコメント結構きますよね。でもまあ、それをわかりますよ。シンプルにそれは当たり前というか、あの、チーム側からすればそれで契約してくれんなったらその方が絶対いいよね。リスクがないわけですから。 で、例えば30歳からの5年って考えれば、30歳からの5年と30歳からの10年って契約することを考えればね、まあ5年の方がいいでしょ、正直ね。うまいとこ5年吸える、据えるかなみたいな契約になるじゃないですか。うん、言い方悪いかもしれないけども。でも、なんで10年になっちゃうのっていうね。まあ30とか29とか28とかからの10年。そっからの5年だったら5年の方がリスクは少ないしね、いいじゃないかと。 ただまあなんでそうなるかっていうのは、えー、やっぱりそういう市場だからですよね。えー、まあ5年契約が主流とかね、長期契約といってもまあ5年が結構長い部類であるという市場なんだったらまあ5年契約でできると思うんですよ。ただもう今って、まあどっちかっていうとプレイヤーの方が強いというかね、まあそちら側が有利な市場になってますよね。コロナがあってまあ、そのねコロナの時はまあどうなるかわからない状況だったので、 なかなかね、大きな契約っていうのはちょっと躊躇される、まあ、ところではあったわけですけども、まあ、それがね、えー、次の年になって、で、まあ、ここら最近のね、え、契約を見てればわかると思いますけども、まあ、去年のショートビッグフォーなんかもですね、まあ、あの、コレアはちょっとね、フィジカルの問題があったりなんかして、まあ、いろいろとね、えー、うろうろして、最終的にまた結局戻るっていう形になりましたが、まあ、そういうのも含めてですね、 予測されていたまあ市場価格より高くなったし、もしくは契約年数もですね、予想されてたよりは長くなったっていう例がね、やっぱり多かったですよね。基本的に全部そうなったんじゃないかなぐらいの。 レベルだったと思うんですよね。で、まあ、ジャッジに関してもですね、えー、大きな契約、まあ、予想してたよりはもうちょっと長い契約になったっていうところと、まあ、大きな契約ではあったかなと思うんですけども、まあ、これもまたね、代理人の力によってっていうのはもちろんあると思うんですけどもね、えー、まあ、いろいろとありましたよね。ジャイアンツにもう決まったんだな、みたいなね、ことも、うん、あっての、 やっぱりね、ヤンキース残るって形だったっていうね。まああれは色々と技があったと思うし、まあその他のね、高くなった選手も代理人の技っていうのもあると思うし、力量っていうのもあると思うんですけども、ただ、市場はやっぱり選手有利には今なってきているし、どん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 そう上がっていってる。契約のお金もそうですし、まあ当たり前だけどもね、昔に比べたら上がっていくっていうのは、 で、年数もね、長くなってるっていうのは、まあ、事実なのかなとは思いますけどもね。で、じゃあなんでそうなってるっていうところで、まあ、今言った通り選手有利だしっていうこともあるんですけども。だから、まあ、そういう市場じゃなければ本当に短い契約で取れたらそれは嬉しいわけですけども、それだと取れないからそうなっちゃうわけですよね。5年で、例えば5チーム、その人が欲しいっていうチームがあったとしましょう。で、A チームはね、5年契約。B チームは6年契約。 で、C が10年、D も10年、E も10年ってやったら、まあね、C、D、E のチームに行きません普通に考えればね。で、その単年の年俸はだいたい同じだったとしたらね、うん、長い方行きますよね。基本的に考えれば、まあそんな長くやりたくねえよとかね、そんな考えの人がいれば、まあ5年契約の方を選ぶのかもしれませんけども、 ま、基本的にみんなね、いい契約をもらうためと言ったらあれなんですけども、でも FA になるね、モチベーションって、まあ、次 FA になって、えー、自分の好きなチームに行くとか、いい契約をもらったところに行くとかっていう、まあ、モチベーションで頑張ってきてるわけですよね。もちろんですね、試合に勝つ、えー、ワールドチャンピオンになるとかね、いい自分のいい成績を残して MVP をもらうとか、なんかね、タイトルを取るとかっていう、いろいろある中でね、モチベーションは、 ただ最終的にまあ若い、若い時はまずデビューして、で、一定期間やって、FA になって、いい契約をもらうってところにまあ行き着くわけですよね。で、その、まあ10年契約とかってもらえる選手っていうのはまあまず一、握りなわけでね。まあそこの選手になるまでにまあ、えー、いろいろとね、努力をして頑張っていって、ようやくまあそこになるのか。まあもちろんね、えー、そんなにいい契約をもらえない選手たちもいますけども、 ただまあ、そのレベルに到達するのであれば、やっぱりね、10年と5年を提示されて、えー、その10年の提示があるね、えー、3チームがある方に絶対行きますよね。皆さんだったらどうか、ね、どう考えるかっていうところなんですけども。で、結局10年契約で取ったチームもですね、これもいつも言ってるんだけども、例えば10年、えー、年にすると、まあ、30ミリオンを10年の300ミリオン契約だったとしましょう。で、例えば、その FA になるとき、 その前,前年の成績でまあ、30ミリオンっていう年俸はね、妥当だろうということでね、まあ取るわけですけども、ただその10年間毎年毎年30ミリオンでね、の活躍をしてくれるかって言ったら、正直そんなのはまあ考えてないと思うんですね、球団側も。だけどそれを出さないとこの選手を取れないから出すわけですね。なので、これを毎回言ってんだけど、例えば、 10年契約だったら最初の5年ぐらい、そのね、30ミリオン、まあそれを超える、あの、活躍でもいいんですけども、してくれたらいいかな、みたいな感覚では取ってると思うんですよね。というところなので、まあ最終的に結局長期契約したらね、まあ不良債権になるじゃねえかっていうコメントもあるんですけども、まあその後半それぐらいの落ちていくっていうのは予測済みなんですよ、おそらくね。 ただまあ前半でその分回収できてないっていうのはまあ非常に悲しいことではありますよ。もちろんね。うん。だけど、えー、その10年ってなってしまって、えー、まあ最初の5年活躍してくれればいいかなっていうのがまあ理想だと思います。正直ね。で、その最初の5年ぐらいもまあ活躍できなかったってなるとまあ失敗でしょうね。うん。正直ね。ということにはなってくるのかなと。ベテランの長期契約についてはね。 なので、まあ、ちょっと今、エンゼルスを悩ましてるレンドンさんね。まあ、彼も契約して、多分、その、コロナの最初の2020年かな。あれぐらいじゃないですかね。それなりに、まあ、短縮で試合だったんですけども、えー、まあ、活躍したかな、みたいなのはね。その後は、まあ、21、22。で、まあ、3度目の正直か、ね、2度あることは3度あるかって言ってたら、2度あることは3度あったわけですね、今年。で、まあ、本人もなんかちょっと、 今年はさすがに嫌になっちゃってるみたいな感じでね。まあ、この後どうなんのかも、ね、来年もどうなんのかみたいなことも書かれている記事もありましたけどもね。なので、まあ、えー、失敗するか成功するかなんていうのは、まあ、その選手が、まあ、やってみなきゃわからないことでありますしね。いつ怪我するかなんていうのはわからないし、まあ、そういう状況の中でも、もちろんリスクはある。うん、それは当たり前ですし、チームとしてはね、球団としては短い契約で取れるんなら、それがね、嬉しいことですけども、 ただ、それじゃあ取れないから、まあ、10年とか、7年とか、長い契約を提示してですね、まあ、欲しい選手を取ってくる現状になっているという話ですね。なので、まあ、仕方がないと。それが今の市場なのでね、うん。だから、絶対この人欲しいなってなった場合は、まあ、ある程度長い契約と、ある程度大きなね、金額が必要で、そうしないと他の競合に取られてしまうわけですから、まあ、ね、しょうがないよね、というところですね。 で、結局、その長い契約の中で、その全部の契約で、ええー、毎年毎年いい活躍をするとは、決して思ってないんじゃないかというところですね。まあ、これが、ま、なんとなく、個人的に思ってるベテラン、普通に過ごしてきて、普通に FA になりましたってなってから、まあ、長期契約を結んだ場合のベテランの話かなっていうことは、ま、個人的に思っております。で、まあ、話、前置きというか、まあ、今の前置きなんですけども、話が長くなったんだけども、 今度は若い人ですよね。で、なんで今、その、ちょっとそういうのが出てんだろうなっていうのは、まあ、ワンダーフランコが、まあ、ちょっとやらかしたっていうね、ことで、まあ、そろそろなんか、なんかしら発表されるんじゃないかみたいなこともあるみたいなんですけどもね、彼が今後どうなっちゃうのかっていうのが。で、まあ、それに伴って、こう、若くして、まあ、例えばデビューしてもすぐにね、えー、何年契約とかっていうのを結んじゃうっていうのは、まあ、 えー、良くないんじゃないかみたいなね、えー、意見が結構出てたりしたのでね、まあそうか、ってことでそれについてもちょっと、えー、話していきたいかなとは思うんですけども。で、まあフランコに関してはですね、11年で182ミリオンという契約になってましてね。で、まあシンプルに、えー、クラブオプションが2033年にありまして、まあそれをね、えー、チームが使わなければ2033年が FA となりまして、 まあだから32歳の年か。だからまあこれもまあまあちょっと中途半端ではあるのかなと思うんですね。ね。32からもう一回増えっていうのはね。だからまあ30ぐらいでもう一回増えになる契約をもらっとけばまたそこからいい時期で、もう一回長期契約みたいなもまあなくはないのかなっていうところですけども。ただまあ30とりあえず1までが確実に契約があって、32はクラブオプション。でそれが拾われると33回増えになっちゃうんですよね。うん。 という、まあ、契約を結んでいると。で、まあ、これについてはね、まあ、あのー、早くから契約をこうする。まあ、フランコの場合は、要は普通に行けば27ぐらいで増えだったのかな。ということになるので、まあ、えー、そっからね、また長契約をもらった方が最終的に稼げる金額としてはまあ、多くなる可能性もあるわけですね。ただ、 まあ今からこう数年でまあどうなるかわかんないじゃないですか。でさっきも言ったけど FA になってそっから10年契約で例えばね300ミリオンとかねそれ以上もらう選手っていうのはまあ限られてくるわけですよね。そこまで成長するか正直わかんないからみんながみんな。でもやっぱり彼はショートだしまあ可能性はあったとは思いますけどもまあその中で例えばまあ FA になりましたってなってからの、えー、彼のね金額ですね。現状。 え、27歳の時から25ミリオンとかなんですよね。ではまあそう考えるとここが30とか30いくつとかになってた可能性もまあなくはないんですけども、ただ結局彼にとってもですね、その前にその前年22ミリオンとか、えー、超低圏の時ですよね。で15ミリオンとかね。で、今年はまあ2ミリオンなのかな。 だから2、2、で、8、15、22ってなってって、で、そっから FA、本当だったら FA になる段階では25ミリオンみたいなことなわけですね。だからまあ先にそれなりにもらえるっていうのはもちろんあるし、どっちにとってはまあウィンウィンではあるわけですね。で、どっちにとってもまあリスクというか、うん、まあマイナスはあるわけです、これもね。チームとしては、えー、まあ将来的に例えば30ミリオンとかなっちゃう人を安く抑えられる。 ただ、その前の調停の段階で、それなりにもお金が払っている状況にはなっているということですよね。で、選手としては若いうちからそれなりにも保証された。うん。で、まあ、若いうちからそれなりに金額ももらえるっていうところ。ただ、リスクとしてはさっき言ったように、本当の FA になった時に市場に出ればもっと稼げたかもしれない。ただ、そこまで到達するかもわからないっていうことですよね。で、まあ、フランコに関して、 今ちょっと事件が起きてたから、こういうことが、話が出てると思うんですけども、正直まあその、あの事件が起きたからこそ、若い選手とのっていう話はですね、まあ、あんまり関連しないのかなって、個人的には思っていて、もちろん若い選手、まあね、1年しかまだやってない人に10年も契約してっていう話はね、もちろんわかんだけど、それはさっき言ったね、いろいろなメリットもあるし、デメリットもあると、チーム、選手ともにね、 で今回その事件が起きちゃったんですけども、まあ、彼がもしどうにかなっちゃったとしたら、おそらくこの給料って払わなくて済むんじゃないかな、チームはね。まあ、どういう状況になるかわかりませんけどもね、処分がね。ただ、ええー、まあ、悪い処分だった場合は多分これ、チームとしてはこの契約は払わなくて済むんじゃないかなっていうふうに思うんですけどもね、どうかわかんないけども。ま、あそうなった場合は別に関係ないと思うんですよ、この契約ね。で、結局、だから若いうちから、まあ、あ 契約して、全然ね、成長していかなかった時どうなるかっていうことなんですけどもね。まあ、それにしてもですね、182ミリオン。うん、まあ、大きな契約ではあるんですけども、ただ FA で、例えば30前後の人と契約して、全然ダメだったねっていうよりかは、182ミリオン。そんで、まあ、そのうち、まあ、半分ぐらいは元々ね、えー、いる契約というか、 強定権持ちなので、もともといて、まあ FA になってからの5年ぐらいを買った。うん。まあオプションを含めと6年とか7年になるかもしれないけどもね。だからその金額と考えて、まあトータルのまあ負担と考えるとチームとしては大きなところのね、えー、ベテラン選手で30前後で、そこから10年っていう負担よりかはまあ軽く済むんですよ。多分最悪ダメでもね。というまあメリットもあるのかななんて思いますけども。 で、わかんないけど、まあ、レイズとしてはね、えー、まあ今こういう状況になっちゃったんで、今後どうなるかわかんないんですけども、まあ彼の給料が上がっていく段階で、まあトレードしちゃうんじゃないのかななんていう、うん、感じもしたんですけどもね。結構給料上がっていくじゃないですか。で、まあレイズとしてもそういう感じのチームでもあるわけなんでね、ずっとまあ、いないじゃないですか、基本的にはね。 まあわかんないんだけどもね。彼をずっといさせようとしてたかもしれないんですけども。で例えば、ね、26年、27年っていうところで22ミリオンになるぐらいでも、えー、トレードするとかね。わかんないけどもね。なんかそんな感じの、えー、こともあるんじゃないかなって契約した時には思ったわけですけどもね。なのでまあ、とりあえず若くして、えー、こういう形で10年ぐらいの契約するっていうのも、まあもちろんリスクはあるし、今後どうなるかわからないけども、 ただ、ベテラン選手と契約する側は、まあ、えー、リスクは減るのかな、なんていうことですね。で、あと、まあ、それに関連してというか、同じような形というと、まあ、不利用ですかね、最近だと。まあ、こちらもね、えー、まあ、それなりに長い契約っていうことにはなりましたし、で、プラスで、まあ、あとは活躍したら結構な金額になるよねっていう契約、まあ、インセンティブ的なところでね、うん、ついてると思うんですけども、 まあ彼も12年で、二、えー、209ミリオンかな基本的にはね。ただ、えー、クラブオプションが2030年にあって、あとは、えー、MVP 投票とかね。まあそういうので、えー、入ってくれば、まあなんか、いろいろとね、追加されたりっていうインセンティブがいろいろありまして、まあ最大で、えー、取ればね、結構な金額にはなるよね、と。で、彼はですね、まあ、クラブオプションを使われなかったとして、二、えー、2034年まであんのかな だから34歳で増えなんですよね。そこになるとね。だからまあまああのー、結構まあ、ありなずにそのままほぼいるからみたいなまあトレードされなければですけどもね。という契約にはなってますので。まあこれも考えて、まあこっちの方が、うん、さっきのまあフランコよりかは、うん、えー、いろいろとまあリスクもありつつっていうところで、まあそれがクラバーオプションっていうのと、えー、まあ選手としては、 頑張ればもっと稼げるよねっていうところなので、まあ、これはバランスが取れた契約なんじゃないかなって多分言われてるとは思うんだけどもね。まあ、こういうパターンもあるよねと。これはまあ、え、選手としても、ちゃんと FA になった場合のっていうところが、まあ自分が活躍しないと稼げないんですけども、活躍すれば、まあちゃんと FA になった時みたいな金額はもらえる可能性が、まああるのかなっていう契約かなとは思いますね。 で、まあ、マリナーズにとっては、まあ、その、若い選手と先に契約するっていうところで、まあ、失敗してると言っていいのかっていうのはあるんですけども、失敗してるって、あの、契約がまだ終わってないからね。ただ、ええー、まあ、そのね、先に契約しちゃって、ちょっとミスったな、みたいな、現状はミスったなっていう例もありまして、まあ、それがエヴァン・ホワイトっていう選手なんですけども、まあ、彼もね、マイナーの時だ 契約したのもすでに、うん、メジャーデビューしてたのかなしてないでやった気がしたけど、まあ、どっちか忘れましたけども、まあ、そういう選手がおりましてでまあ彼に関しては六年で二十四ミリオンとかなんで大したあれじゃないとは思うんですけどもまあそれにしたって全然まあ出てない現状みたいなことにはなってますのでねまあこのまま行くと失敗だったみたいなことにはなりますし えー、まあ、今もね、怪我しちゃってるので、それでまあ3ミリオンですよね。で、来年が7ミリオンで、その先が8ミリオンみたいなことになりまして。その後3年はクラブオプションなんで、まあ、これは取らなきゃまあ大丈夫なのかなとは思いますけどもね。ただ2ミリオンバイアウトとかついてますので、まあ、そういうところでしょうね。まあ、こういう、まあね、もちろん金額は安いんで、さっき言ったように、まあ、他のね、ベテランになってからの FA で、 直契約ってよりかは、まあ、リスクも低いのかなとは思いますけども、まあ、こういう、ま、現状で言えば失敗してる例、早く契約してね、失敗してる例ももちろんありますという状況ですよね。で、まあ、これをうまく活用してるなって言われてるのが、まあ、ブレブスなのかなっていうね、ところだとは思うんですけどもね。まあ、クーニャなんかはね、8年で100ミリオンということでね、まあ、アベレージが12.5ミリオンということなんで、 まあもう若いうちからその契約をして。で、まあ基本的には FA になる、なったのが、例えば27ぐらいだったんですよね。通常 FA となるのがね、調停権を経てね。で、だから27、28度2年間ぐらい17ミリオンっていうね、契約で、まあって。その後はまあクラブが17ミリオンっていうオプションをね、2年間持ってるというところ。で、それが終わってもまだ31歳で FA になれるんですよね。 で、まあ、正直役にはね、怪我なんかもしてますし、ただま、今年の活躍とかもありますしね。まあ、だからこのまままたね、怪我しないで活躍し続けるんであれば、まあ、FA になってからの17ミリオンで、4年間っていうのはま、選手にとっては安いかなとは感じますけども、ただその前もそれなりにもらってると考えれば、まあまあ、うん。両方にはま、ね、メリットはあったと。 で、どっちしろ31歳でまた FA ということで出れるっちゃ出れるわけですね。オプションを全部拾われたとしてもね。だから結果選手としてもまだ31歳で、まあ活躍してればですよ。ここでね。29、30とかっていうところでまだバリバリね、まだいけんじゃんっていうかね。まあもちろんまだいけんだけど、29、30だったら普通だったらね。だからまあその後もまたいい契約をもらえる可能性もあるとは思うんですけども、 ただまあね、えー、彼のまあ現状だったらね、27歳のところで笛になって、えー、そっから10年とかもらったが、うん、トータル良かったのかもしれないねっていう。うん、だこれはチームとしては、まあ今のところ成功なのかもしれない。分、うん、わかんないけど、どう捉えるかはね、うん。そんな気はしますけどもね。なので、まあとりあえずね、うん、アクーニに関しては、 まあ、チーム的にはやっぱりいい感じの運用にはなってんのかなっていうところで、まあ、アトランタいいよねって思われてんのかなとは思いますけどもね。で、あとは最近だとね、えー、ハリスとも、えー、延長というか契約しましたよね。で、まあ、だからこうやって出てきてすぐやってるっていうところで、まあ、なんだろうな、結局、まあ、その、囲い込みというかね、先にまあ、なんて言うんでしょうね。まあ、ハリスに関しても、 えー、まあ基本的には、本当は27ぐらいで、順調に行けば FA だったわけですけども、そっからまあ3年のね、えー、契約、プラス2年クラブオプションがあるっていうところで、まあそれを拾われたら、最終的には32歳の時に FA というところですね。だからまあ、うん、彼がどのぐらいになるのかわかりませんけどもね、現状はね。だから、 これも、まあ、まだ判断するのは分かんないよね、正直。うん、今年が2年目とかですもんね、2年目、3年目とかですから、まあ、そう考えるとね、なかなか、うん、まだ判断はできませんけども、ただ、空ネよりは、まあ、安い契約ではあるんでね、まあ、その辺がどうなるかですけども、まあ、こうやって、まあ、FA プラス3年ぐらい、でも、ダメだったらクラブオプションは拾わなければいいみたいなね、契約なのかなっていうところで,で、まあ、ちょうどこう、 本当だったら、え、ここでね、活躍していって27で増えだと多分10ミリオンじゃね、効かない金額にはなってきちゃうわけですよね。それをまあ一応27、28、2 9ってちょうどいい時、まあそれなりな金額で抑えられるっていう球団としてはメリットがあるわけですよね。なのでまあ選手としてはだから先にね、それなりなお金をもらえる、保証されるっていうのと、チームとしてはこの美味しいところ、 要はさっき言った長期契約して途中の5年ぐらいね、いい感じで働いてくれればいいよね、みたいなところの、まあ、そのもっと手前の一番油が乗り始める美味しいところをこのぐらいの金額で保有できるっていうところで、まあ、やってるわけですよ。多分ね、ブレーブスとしてはね。なのでその後、まあ、30を超えてってからの、まあ、ちょっとどうなるかわかんない時期はあまりね、うん、ど、その、含まれてませんけども、 だちょっと美味しい、いいところを、こう、それなりな値段でっていう、まあ、契約で取れるわけですね。こうやってやっとくとね。だそのメリットがチームとしてもあると。で、最終的に、まあ、どういうことかって言ったら、えー、まあ、そのね、さっきから言ってるように、ベテランになって笛で取って300ミリオンだとか、まあ、200いくらとかっていうお金をかけてしまって、ダメになっちゃったというよりかは、安く済むよね、と。 いうところですね。うん、なので、まあ、これをうまく運用して、うまく選手がそれなりに行ってくれたら、ま、あいいわけですね。という、ま、あ形なのかなと思いますけどもね。ブレイブス的にはね。あとは、ま、ストライダーとかもやってますけども、ま、あストライダーも FA プラス2年か、そこらですよね。契約としてはね。おそらくね。なので、まあ、だから、その10年契約とか8年契約って言ってもですね、調停の部分も買い取りで含まれているので、ま、あ新たにそこで、 まあ FA になってからの8年契約とかじゃないんですよね。うん。わかりますかね。うん。なので、まあだから美味しいところをまあいいお値段でみたいな、うん、感じなのかな。うまくいけばね。うまくいかなかったらもう全然もうね、途中で出ないような状況になっちゃう選手も出てくると思いますけども。ただうまくいけば美味しいよねっていう、まあこの若い時の契約っていうふうになるのかなと思いますね。 なので、まあ、全部まとめるとですね、えー、FA になって、しっかりと FA になってからの10年契約とか、まあ、長期契約っていうのは、まあ、それをしないと取れないので、まあ、そういう、まあ、ね、長い契約になってしまうと。で、まあ、その長い契約をしましょうってなったとしてもですね、10年間バリバリにやるとは思ってないんじゃないかというところ、まあ、半分ぐらいそれなりにやってくれたらいいかなというところなので、まあ、その後ね、えー まあ、不良再建化し、絶対しますよね、みたいな。まあ、絶対しない、絶対はないんですけども、基本そうなる路線ですよねっていうコメントもあるんだけども、まあ、それはしょうがないよねっていうところですね。その最初の半分ぐらいはしっかりとやってくれて、まあ、金額以上を働いてくれたら、それはそれでいいと。まあ、そうじゃないと取れないので、まあ、そういうね、契約になってしまうという現状。 で、若くして、その長期役とか、まあね、この前デビューしたのにもう8年とか10年とか結んじゃうのかっていうお話ですけども、まあそれはですね、まあもちろんどっちにしろリスクはあるし、まあね、えー、それを好まない選手もいるんですけども、その提示されても受けないとかね。ただ、まあ選手も早いうちからそれなりな保証を得られるメリットもあるし、チームとしては、 え、しっかりと成長していくところにね、なってくれたらですね、一番美味しいところを、まあ、えー、それなりな価格で、えー、得られると。ただ、そのためには、まあ、最初の若いうちからそれなりに給料が上がってきますよね、という話ではあるんですけども、ただ、トータルしてみれば、一番一番美味しいところをいただける可能性はあるという、まあ、お話なのかなと思うので、まあ、どっちしろリスクはね、両方ともあるんですけども、 まあ、こいつはいけるって思ったら若くして契約しといた方が、まあ、失敗した時の、まあ、リスクも減るし、成功した時のリターンは美味しいんじゃないかなっていうところでしょうね。で、もちろんベテラン選手で今まで活躍してきた選手だからこそ、契約が高くなるし、長くなって、まあ、ある程度ね、成績が期待できるから、まあ、そうなるんですけども。まあ、そうするとまあね、元々の値段も高くなっちゃうし、契約総額も高くなっちゃうし、 で、失敗した時の、えー、まあ、マイナスはかなりでかいので、まあ、どちらを取るかですけどもね、これはだからチームの運営方針というかね、まあ、例えば一人の選手に30ミリオンも出せないよっていう、まあ、チームであれば、まあ、先にこうやってね、契約しといて、まあ、いい時期を過ごしてもらって、あとはまあ、FA でっていう感じになるのかもしれませんしね。で、お金を使えるチームはまあ、FA になって、まあ、一番いい選手取ろうっつってね、30ミリオンで取って、 まあ活躍するかしないかは知りませんけども、その後ね、うん。という状況なのかな、なんていう,ふうには思いますね。ということで、まあなんか話がバラバラになったかもしれませんけどもね、えー、そんな感じで個人的には考えているというか感じているという、まあ FA の、まあ長期契約っていうところのね、えー、話題となっております。えー、続いてですね、まあエンゼスの話をちょっとしようかなと思うんですけども、まあ、あのね、 この話したか忘れちゃったんですけども、一応もう一回しますね。で、まあ、ペリーちゃんの話。で、まあ、このトレードデッドラインでのね、まあ、動きっていうところで、まあ、それなりにやったとは思うわけですよ。制限がある中ね。まあ、もちろん制限がなかったかあったのか知りませんけども、まあ、あったでしょう、おそらく。でね、結構、まあ、例えば、なんでシャーザー取らなかったんだ、バーランダー取らなかったんだっていうね。 狙えたのにっていうね、えー、X とかにも書いてあったし、そういうのあるんですよね。で、このチャンネルではまあそんなにないですよ。なぜかって多分、うん、皆さん分かってるから、なぜ取れないのかっていうのがね。うん。もちろん、えー、バーランダーを取ろう、で、シャーザーを取ろうっていう、まあ可能性がゼロだったとは言い、言いませんけども、限りなくまあちょっと、状況としては厳しかったとは思うんですよね。 で、まあ、まずなぜかっていうと、プロスペクト、まあ、その、ジオリトン時に全部、全部は出してないけど、結構もう、トップは出しちゃったわけですね。上位2名みたいなのを。でもって、ええー、まあ、だから、プロスペクトが足りないという状況もあったし、あとは、バーランダーもシャーザーもお金を負担してもらえてるんですけども、ただ、それなりにプロスペクトを出さないといけなかったし、プラスで、まあ、来シーズンのね、ええー、お金も払わなきゃいけないわけですよ。いくらかね。うん。 負担してもらってるっていうのも。そのお金もまず多分ネックなんだよね。うん。通常に考えれば。なので、えー、結局ね。まあ、今回、えー、贅沢税超える補強になりました。エンゼルスもね。やっと。ただ、まあ、超えたとし、超えましたけども、まあ、罰金としては多分1ミリオンぐらい払うレベルの、まあ、超過というかね、超えたレベルなんですよ。だからそんなにドーンって超えたわけじゃなくて、やっぱりその超える、 超えてもいいよっていうところの限度額というか、うん、超えてもいいけど、その次は行くなよみたいなね、うん。そういうところもあったと思うのね。なので、結局、バランダー、シャザー、取れたのになんで飛んでんだっていう人たちは、まあその辺があんまりわかってないのかななんていうには思ってね、うん。基本的にはノーチャンス。 うん、ノーチャンスって言っちゃあれなんですけども、可能性はね、ゼロっては言い切れないから、ただまあノーチャンスに近いものではあったと個人的には思ってますので、だからまあね、えー、結局ペリーちゃんも、エンゼルスの G、ペリーちゃんとかエンゼルスの GM っていうのはですね、それなりにやっぱり贅沢税を超えないとか、 ピッチャーよりは野手に金を使ってくれとかですね。でピッチャーに例えば30とか25ミリオンなんか使え、使わないとかね。そういうなんか制限の中で、まあ、運営してるというかね、編成してるんですよ。だからまあ、なかなかね、自由度っていうのはないと思うんですよね。なのでまあ、あんまりこうね、うん、その中ではよくやった方じゃないかなっていうふうには思うわけですよね。 だからそれをあんまりこう理解してないと、なんであっちを取らないんだよとかね、いう風うにはなるんですけども、まあ、個人的にはそんな感じで捉えてるというところですよね。だから皆さんも多分分かってると思うんだけどもね。まあ、分かっていらっしゃらない方もいるのかもしれないんですけども、基本的にはまあ同じようなことを言ってると思いますので、うん、分かってるとは思うんだけども、まあでもそういう意見もちらほら見るんでね、ちょっと前も話したかもしれないんですが、 もう一回お話ししておいたというところでね。うん。まあなかなかね、うん。難しいです。エンゼルスの GM。まあどこの GM でも難しいでしょうけども。じゃあ好きなようにやってっていうところとね。まあそんなところはないかもしらんけど。まあある程度お金は使えて好きなようにやってっていうところと。まあいろいろと細かくね。うん。まあ制限があるところでは、まあ身動きの取れ方っていうのは全然変わってくると思うんでね。 まあ、その中ではよくやったんじゃないでしょうかっていう、まあ、ペリーちゃんの評価じゃないでしょうかね。というとこですね。なので、まあ、普通にね、いろいろと、まあ、制限がないんだったら、まあ、取りに行ってるとは思いますけどもね。まあ、制限がある中だったので、まあ、ノーチャンスはノーチャンスに近かったんではないでしょうかと。うん。シャーザー、バーランダーとかね。というふうには思います。ええー、そしてエンゼルスニュースですけどもね、トラウトの話。まあ、トラウトね、上がってくんじゃないかみたいな、騒がれてますけども、 まあ、まだね、準備ができているかどうかっていうのはまあ判断しなくて、まあ、明日また決めるみたいなことらしいんですけども。まあ、だから、結局、トラウト行けるってなったらトラウトでしょうし、まあ、昨日もこれ話したと思うんだけど、まあ、無理だったら他の人が上がってくるかもしれないっていうところでね、シンプルに。まあ、そんなところで、えー、ネビンちゃんは言っているというところでしょうね。で、あとはですね、えー、ネットの話ですけどもね。ネットはまあ、それなりにこう、ね、 重要なステップを踏んで、えー、まあ、復活を期待されていますけども、まあ、水曜日のダブルヘッダーの後にですね、エンゼルスがまた、えー、アウェイでね、出発するわけですけども、そこに同行する予定ではあるということなんで、まあ、この後ね、えー、まあ、野球のその練習っていうのをま、再開して、強化して、で、まあ、どういう状況かっていうのをま、様子を見守るということで、まあ、同行するということはまあ、 ねえー、まあ悪くはないっていうことじゃないかなっていうか、同行しない方があんまり良くないとは思うんだよね。同行するってことはまあ、それなりではまあまあ、進んでいるということじゃないかなとは思うので。なのでまあまあ、ネットもね、えー、無理はする必要はないんですけども、まあ着実には進んでくるのかななんていうことですね。でまあ、さっき話した、そのね、若くしてっていうところは、 まあ、ネットなんかをこうね、えー、やるっていう感じですよね。エンゼルスだったらね、おそらくね。だからこれがまた成功するか失敗するかはわかんないし、まあ早く上げすぎたんでね、また怪我がちになっちゃう体かもしれないし、みたいなのもあるわけですからね。ただまあ、ショートだし、まあそれなりにね、保有できているのであれば、まあ将来的にはいいよねっていうふうにはなると思うんでね。 まあそれがどういうね、結果を生むかわかりませんけども、ただエンゼルスでやるとすれば、まあそういうところだったんじゃないかなと。で、まあデトマーズとかもそうだったんですけども、ちょっとこの辺のね、話をっていうか、ね、この数年で見ちゃうと、まあちょっとその先まで保証するのは怖いなっていう感じにはなってきちゃうと思うんでね。だからまあ、やっぱりリスクはね、ありますし、ただプラスもありますけどメリットもね。 だからそこをどう判断するかなんでしょうけどもね。まあ、エンゼルスで今やればいいんじゃないって言うだったら、まあ、ネットとかそういうところにはなってくるのかなと。シャネルさんとかね。まあ、だら彼らもまあね、22、歳だからね。うん。だからその若くしてっていうとまぁ、あ、20歳とか出てきてるわけではないとは思うんで、あれなんですけども。ただまあそのブレーブスみたくやるとすれば、えー、そういう感じじゃないのかなっていうところですね。 まあそんなところで、エンゼス情報としてはこれぐらいですかね、今日はね。えー、あとですね、つつこさんね、昨日話しましたけども、えー、マイナー契約ということでね、えー、今日ね、しっかりと、まあ、向こうでも、アメリカの方でもね、えー、記事というか報道が出てましたのでね、まッ、あ、OK なんでしょう。やっぱり8月中にね、えー、42枠かな、入ってればいいみたいなことだとは思うので、まあそれに向けてね、 頑張って、まあ、すぐにどうにか結果が出れば、まあ、その資格は得られるよね、みたいなことも書かれておりますのでね。まあ、そうなるといいですね、っていうところ。ただまあえー、しっかりと、向こうでも報道されたので、まあ、大丈夫なんでしょう、というところですね、えー。ジャイアンツとマイナー契約ということになりました。であと、昨日ね、ヤンキースの話をちょっとして、若いのを上げてくるんじゃないかと言われておりますよ、ということだったんですけども、 えー、明日からのナショナルズとの、まあ、試合にですね、エバーソン・ペレイラ上げてくる様子ですね。だから、まあ、あとは、えー、ペラザもまた上がってくるっていう感じになると。で、まあ、どっちしょ、二人とも40人枠にはもう入ってる選手なので、えー、あとはその入れ替えだけですよね。うん、行うだけで済むんですけども、40人枠整理っていうのはまあ、必要ないんですよね。もともと入ってるので。で、まあ、ペレイラ22歳外野手ということでね、 まあ頑張ってほしいですけどもね。まあなんかちょっとね、三振率が高いのかな。まあそこがなんか懸念されるみたいなことは書かれておりまして。打率が高いんだけども、えー、コンタクトヒッターではなくてですね。まあ全、シーズン全体で28.6%という、まあ三振率なのかな。だからまあ30%いかないぐらいっていうところでね。まあちょ、若干高いということなんでしょうけどもね。うん。で、それがメジャーに来るとまた上がってしまうので、30何とかになっちゃうとね。 ちょっとやっぱ高いわけですよ。そこがまあ懸念されているというところですよね。まあとりあえずレフト守るのかなわかんないですけどもね。まあ本来はセンターとか、まあいろいろね、均等にやってるらしいんですけども。まあ本来はセンターをやる予定なのかなちょっとわかりませんけども。今年は多分ね、レフトなんでしょうけどもね。まあそれでまあ上げてきてね。まあペラザも含め来年のそのね、開幕ロースターというところで、まあ若い人はそのまま使えるのか。 もしくは補強する必要があるのかっていうところをまあ今後で見極めていくんじゃないかなというふうには思いますね。まあでも、もうどっちにしろダメなんでね、若い人を使ってまあ試してくれた方が来年につながるし、で、まあヤンキースはどっちかっていうと、どっちかっていうとじゃなくてまあね、全然上げてこない部類ではあるんですよね。まあ今年はまあボルピーを上げてきてね、早めに上げてきたっていうのはありますけども、 ただまあ、エンゼルスをやっぱり見てると、まあ、エンゼルスは早すぎんだけど、まあ、ヤンキーさ遅すぎるみたいなところがあって、で、結局、まあ、全然なんか上がってこないで、ね、下でやっている状況の中で、まあなんかダメになっちゃって、まあ、物にならなかったみたいな選手がいっぱいいるんですよね。 だからまあそういうのに比べちゃうとやっぱりね、早く、上げてきて、まあどうにかっていうのはね、なってくれたらいいのかなと来年に向けてね、思いますので。まあもう今年はそれでいいとは思うしね。それで負けちゃったとしても別にまあもう関係ないと思うんですよ。うん。まあもう勝ち越しね、続いてるっていうのはあると思うんだけども。まあまあ、いつかは途切れるしね。まあ今年がそれでいいんじゃないでしょうかね。で、来年に向けてちょっと切り替えてしっかりとやるということで。 まあ、えー、若い人が上がってきそうなのでね、ちょっと楽しみではあるヤンキースかなと思いますね。なのでまあね、ペレイラっていうところでね、えー、名前一応覚えておいていただけたら、ヤンキースファンじゃなくてもですね、もしかしたら、えー、将来的に、ああ、すげえなっていう選手になる可能性もまあありますのでね、ペレイラさん。覚えておいていただけたらと。でまあ、ペラザ、そしてボルピと言い,いまして、まあその辺でね、みんな成長して、えー、核になるね、選手になってくれたら、 まあ将来的にヤンキースとしても、ね、しばらく、まあ、いい状態で、えー、過ごせるというチームにはなってくるのかもしれません。うん。てかまあ、そういうところが、まあ、なかなかね、やっぱり昔っていたわけじゃないですか。うん、そういうね、えー、コア法っていうところがね。まあ、そういうのが、まあ、形成されるぐらいやってくれたらいいんじゃないでしょうかね。というところですね。 ということで、えー、今日はこれぐらいでまあ終わりたいかなと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました、えー。チャンネル登録、高評価、エクスのフォロー、コメントよろしくお願いします。では、まあ、昨日久々にあの、えー、スーパーサンクスだかスーパーステッカーだかをいただきましてね、えー、ありがとうございます。ということで。まあ、わざわざあのね、えー やってくださいっていうあれはないんですけどもね。うん。絶対やってとかね。うん。お願いしますっていうのはないんですけども。ただまあ、ね、やっていただいたらそれはね、嬉しいには決まってますからね。うん。というところで。まあ、無理してやってくださいっていう話ではありません。決してね。ただ、ありがとうございますとね。やっていただいてね。うん。というところで、今日は終わりたいと思います。えー、ここからね、雑談ですけども。えー、昨日はガソリンの話したんでしたっけ ちょっと忘れちゃった。昨日多分ガソリンなししたよね。で、まあ今日も車系なんですけども、まあ今日ね、今じゃなくてさっき、まあさっきのないか、だいぶ前、前ですけども、ここにね、来る途中に、まあまず先にスタバに向かってたんですよ。で、まあ信号は赤でね、で横断歩道があって、まあそっちがもう青に変わってたと思うんですよ、だいぶね。で、僕があの車があってその前に一台いたんですよ。 で、信号余裕で赤なのね、ギリギリ赤に変わりましたとかじゃなくて、もう余裕でしばらく赤なんですよ。なのになんかその車が、まあ普通信号赤だったらブレーキ運んでね、えー、速度が緩くなっていくじゃないですか。なので全然なんかスピードがそのまま行こうとする、まあ、ように見えたんですよね。そしたら赤信号、余裕で赤信号で多分人が渡ろうかなって思ってる状況の中で、えー、そのままね、進んでいっちゃったんですよ。 信号無視ですよね。完全なるね。で、だから、ま、なんだろう。例えば横断歩道だけだと思ったとかね。うん、わかんないけど、まあ、信号多分見えてないんでしょうね。うん、見えてる、うん、様子ではなかった。うん、本当に信号がなくて、ただ横断歩道に人がいて、まあ、普段止まらない人なんでしょう。だから、ま、そのまま通過したみたいな様子でね。怖っと思って。で、あれ普通に、まあ、余裕で、多分ね、 横断歩道の信号がね、青だったんですよ。だからまあ普通に青になりましたっつったらまあ渡っちゃうじゃないですか。まあでもみんなねちゃんと多分見てたんだよね。うん、だからみんな渡らずに待ってたんですけども。いや怖いねと思ってね。あれ普通にまあ渡っててまあ人が渡り始めたら止まったのかもしれませんけども。でもちょっとわかんないじゃないですか。そのままね、突っ込んでいくかもしれないしね。 だからちょっと怖えと思ってね、うん、思ったという今日の、まあ午前中というか昼前というかね、うん、いうところですけどもね。いやーなんなんでしょうね。そんなことあんのかなみたいなね、運転してて。うん、ぼーっとしてたのかね。で、まあその前にちょっとね、へ路中してるのとかがあったらそっちを見てて信号も見てなかったみたいなのもあるのかもしれませんけどもね。ちょっと恐ろしいなと思って。 僕もね、横断歩道はね、割と、割とというか、ま、あ止まんなきゃいけないわけですから、ま、あ止まるようにはね、気をつけてるんですけどもね。まあ、これは当たり前なんだよね。止まるようにしてるとか言っちゃいけないんだけども。ただ、ま、そういうことなんでね、まあ、自分を渡るときは堂々と渡ってるんですけど、まあ、引かれそうになるときは多々ありましてね。うん。だから、ま、あ皆さんにはおすすめしないよと言ってるんですけどもね。 まあ、昨日もこう、渡ろうとしてはそのまますげえスピードで行ったんでね、うん。危なかった時ありましたけどもね。夜の散歩帰り。うん、だからまあ、それでもね、ねあの、歩行者用の信号が青だったから渡ったみたいなところで、まあ、それでも引かれそうになったことありますけど、なんか右折車がそのままブーンって来てね。だけどやっぱりね、渡る方としては、ねえ、青だったら普通に渡るわけですからね。うん。 気をつけなきゃまずいなーっていうふうには思いましたね。歩いてるときね。まあもちろん運転してるときは信号を見落とすなんてことはまあほぼないんですけどもね。まあ何だったんでしょうっていうところでね。暑くてちょっとぼーっとしてたのかわかりませんけどもね。まあ信号があっても気をつけてくださいなっていう感じですね。うん、ね非常にその大きなね、交差点だったら、まあ右折車、左折車とか言ってね、あのー、横断歩道でね、信号があったとしてもですね。 気をつけないとまずいとは思うんですけども、今回のはそんなところじゃなくて、まあシンプルなところなので、細い道でね、あんまり、まあ気をつけることはないんですけども、でもそういうこともまああるんだなっていうところでね、まあ気をつけてくださいというところ。あとはやっぱりこの前も事故を見たと言いましたけども、あのね、高速道路でね。でもやっぱり多いみたいですね、このところね。 なんか、やっぱりいっぱい事故ってるみたいで、あとは急に雨が降ったりとか、そういうのもあってね、視界が悪いとか、路面がね、ウェットだったりとかね、そういうことになってるみたいなんで、止まりづらいとかいろいろあるんでしょう。なので、まあまあ、えー、そういう面でもね、気をつけていただけたらなとは思いますけどもね。やっぱり事故のね、あのー、画像とか見たらすごいことになってるからね。あれじゃやっぱ怪我してるし、ちょっとやばいよね、みたいなのもあるからね。 まあ皆さんそういうところに巻き込まれないようにと自分が起こさないようにとね、気をつけていろいろと、あとは歩いてて惹かれないようにですね、気をつけてもらえたらなぁと、気をつけてると思うんですけどもね、やっぱり今日みたいなことを見るとよりやっぱ怖いなと思うんでね、普通は大丈夫だろうっていう状況の中でも大丈夫じゃないことが起きてますんでね。まあそんなところですかね、ということでえ今日はね、雑談もこれで終わりたいと思います。